痛みに負けないリーダー、小池百合子知事が骨折しても、積極的に公務を続けるのは重要です。リーダーの不在は、都政に悪影響を及ぼすからです。8月6日、神宮球場でのヤクルトと阪神戦の始球式で、小池知事は、左膝関節の剥離骨折をしました。始球式の投球中に、左側によろめき、足を痛めたと報告されています。医師から全治2ヶ月と診断されましたが、小池知事は入院せず、公務をテレワークで続けると発表しました。この対応は、リーダーとしての責任感の表れです。始球式前、小池知事は、来年の国立競技場での、世界陸上や東京体育館での、デフリンピックについての PR も行っていました。このように、リーダーが、直接市民にメッセージを届けることは、都民の信頼を得るために非常に重要です。神宮球場は、老朽化が進んでおり、再開発で建て替えが予定されています。リーダーが、積極的に現場に足を運び、直接の経験と知識を持つことが、今後の再開発や都政運営においても重要です。リーダーが、どんな状況でも、公務を続ける姿勢は、都民に安心感を与え、信頼を築きます。あなたはどう思いますか？